はい、はるです。今回はですね、もりもりとかわいいをね、追求した絵を描いていこうと思います。まあね、先に言っちゃうと、今回のね、この絵は、完成するまでに約1週間かかりました。結構大作。まあ自分でもね、よし、描き切ったっていう感じが強かったので、ぜひね、見ていただければ嬉しいなっていうふうに思います。まあ動画自体はね、数分で終わるので、よければ時間ください。で、まあ突然なんですけど、もうめちゃめちゃ嬉しいって思ったことって何ですか？私はね、人生の中で嬉しいなって思うことたくさんありますけど、やっぱりね、一番は、まあ、コメントとかでも実際に言われたこともあるんですけど、この絵はあなたしか描けないねって言われたことがあるんですよね。まあデザフェス過去にイベントやった時に、もうこの絵がすごい好きですとかね、毎回見て癒されてますっていうね、その言葉がね、もう一番嬉しいんですよ。え、大げさすぎんって思うかもしれないんですけど、絵描いてる時ってね、結構病むこと多いんですよね。例えば友達の方が先生にめっちゃ評価されてるとかね、みんなに評価されてるってなって、私はなんで絵が描けないんだろうとか、全然上手くなってないとかね、まあ結構病みますよ。うん、そういう時に、この絵素敵ですとか、心打たれましたっていうね、コメントが目に入ってくると、私ね、リアルにね、泣くんですよ。あのね、そういうメンタルがしんどい時に、そういうコメントを見たら、もう本当にね、嬉しくて、涙がね、溢れてしまうぐらい、もうありがとうってね、感謝する気持ちでいっぱいになります。なので、まあ今回はね、そういう嬉しいっていう表現、可愛いとかね、プラスの気持ちを最大限に表現しました。まあ嬉しいって思った時って、まずどういう気持ちになるかなって考えた時に、なんかね、私の中でこの心臓、心からこうお花がブワーって咲いてくるようなイメージなんですよ。なんかね、あの心臓に種を植えて、なんかめっちゃグロい話ですけど、この種があって、もうそれが時の流れがもう1000倍速みたいな、だからこう心臓からお花がこう急にブワーって咲いてくるみたいなね、めちゃめちゃ早く成長してるみたいなイメージですよ。イメージで、うわー嬉しいみたいな感じになるんですよね。なので、まあ、その瞬間、まあ、だから私の心を絵に表現してみようと思って描きました。で、まあ、アンテのねメディウムを使っていくんですけど、このね、大きなメディウム1個3000円ぐらいするんですよ。まあお高いですよね。で、それを、今回はね、3つ半かなぐらい、もうドワッとね、めっちゃ使い倒しました。やっぱり嬉しいって気持ちは、こうもったいないとかね、いやちょっとだけしか使わんとこみたいな妥協したら良くないかなって思ったので、まあ私の過去の作品の中では珍しい大きな時間をかけた作品ですね。で、まあこのね、書いてる時に一つねトラブルがありまして、まあツイッターにもねつぶやいたんですけど、あの撮ってる最中に、私ね、いつも小さな三脚で撮ってるんですけど、で、あの iPhone なんですよね。で、iPhone が、あの、パタって倒れて、このね、乾いてないモリモリの、この絵の具の海の中に iPhone がね、飛び込んじゃったことがあったんですよ。それで一回心折れかけたんですけど、でもまあメディウムなんで、この子ってね、乾いたらパリパリって剥がせるんですよ。あの iPhone とかだったらね。なので、この半乾きの段階で、こう、急いでね、ピンセットとかで iPhone のこの横のね、音量のボタンのとこの隙間とかに入ったやつをこそげ取ったりとかして、めっちゃ焦ったんですけど、まあそういうハプニングもありながら、今回はその溢れ出る気持ちっていうのをテーマで書きました。はい、そういう感じで、完成です。どうでしょう？めちゃめちゃ重くなりましたね、キャンバス。うん。もう嬉しさの重みが詰まりに詰まりきった絵だと思っております。自分の中でもね、結構5本の指に入るぐらい今年でね、お気に入りの絵かなと思います。はい、ここまでありがとうございました。実際にね、飾った感じは、こんな感じです。結構大きめですね。F の15なんで、まあ両手でがっつり持つような感じです。他にもね、たくさん動画上げております。そして皆様のね、温かいコメントもうほんまにめちゃめちゃ支えになってるんですよ。うん、もうあの喋ってる段階でも泣きそうになるぐらい、もうね、ほんまに支えになってる。うん、なのでありがとうございます。っていうことで、皆さんもね、是非画力上げていくために一緒に頑張っていきましょう。じゃあバイバイー。